ただいまより新型コロナウイルス感染症に関する記事記者会見を始めさせていただきます。まずはじめに知事からメッセージの発信をございますのでお願いいたします。はい、皆さん大変お忙しいところ、時間の変更をしてご迷惑をおかけしました。申し上げます。本日の対策本部会議の概要等について、ご説明を申し上げます。まず感染状況でございますけれども、本県は10月11日、17日以降、新規感染者がほとんど確認をされなくなりまして、受け入れ医療機関の確保病床数は昨年8月に病床確保計画を策定して以来初めてフェーズ1となっております。また他方で専門家の皆さんからは第6波の到来の可能性があるとの指摘があり、今回の感染拡大の状況も踏まえて次の感染拡大に備えた対応をしっかりと進めてまいります。現在国の求めにより策定中の保健医療提供体制確保計画におきまして、必要となる病床や宿泊療養施設を算出をしております。医療機関の病床につきましては必要数693床に対しまして705床の確保にめどが立っているところであります。また宿泊療養施設につきましては1700室が必要というふうに算出をしておりますが、その確保についてもめどが立っているところでございます。県におきましてはこれまで感染拡大の警戒基準を策定しまして、これまでこの警戒基準の指標に基づいて感染状況等を継続的に監視しステージを判断してまいりました。またこのステージに基づきまして県民の皆様へ本県の感染状況について適切に情報提供を行うとともに、感染拡大地域との往来自粛や営業時間短縮等の要請を行ってまいりました。この警戒基準は政府の基準に準拠したものでございますが、ワクチン接種が行われていない時期における新規感染者数と医療逼迫との関係をもとに設定したものであり、ワクチン接種や医療提供体制の強化、治療薬の開発が進む中、軽症者の割合が増加するなどの感染状況の変化等を踏まえ、医療逼迫の状況により重点を置いた0から4の5つのレベルを設定する方針が国の方で示されたところでございます。本県におきましてもこの国の方針を踏まえまして警戒基準を見直すことといたしました。レベルについては0から4までの5段階でございますが、レベル0というのは直近の新規感染者数がおおむね0の状態、レベル1は安定的に一般医療が確保されるなど維持すべきレベルで、従来のステージで言えばステージ2相当ということになります。レベル2は新規陽性者が増加し、一般医療及び新型コロナウイルス感染症への医療に負荷が生じ始める警戒すべきレベルということで、従来のステージで言いますとステージ3相当ということになります。レベル3は一般医療を相当制限しなければ新型コロナウイルス感染症への医療対応ができず対策を強化すべきレベル、従来のステージで言えばステージ3の最終局面からステージ4相当ということになります。そしてレベル4は一般医療を大きく制限しても新型コロナウイルス感染症への医療に対応できない、避けたいレベルということになっております。で、本県の現在の感染状況は直近1週間の10万人当たりの新規感染者数が 0.06 人ということでございます。直近の新規感染者数がおおむねゼロ状態にあるということで、本日からこのレベル判断に基づきまして警戒基準をレベル0ということにいたします。一方今感染拡大警戒期間というふうに今なっておりますが、本線の感染状況は感染が拡大する傾向にはなく感染は落ち着いている状況になっております。
一方、今後気温の低下により屋内での活動が増え、換気が不十分になる可能性が高まるというようなことに留意が必要であります。また年末に向けて忘年会、クリスマスや正月休み等の恒例行事により経済社会経済活動の活発化が想定され、引き続き感染防止の徹底が必要です。このため本日より感染拡大警戒期間から感染防止対策徹底期間に移行し、県民の皆様には感染防止対策の徹底に引き続きご協力をお願いいたします。次に各種の行動制限緩和についてであります。今回国の基本的対処方針におきまして、警戒基準の見直しとともに感染対策と日常生活の回復の両立に向けて、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置等の状況下を含め、ワクチン接種や PCR 検査などの実施で感染リスクが低い場合には、飲食やイベント、人の移動等の各分野における行動制限の緩和を可能とするワクチン検査パッケージが導入されることとなりました。これを踏まえて本県におきましても、飲食イベントなどについての方針を策定することといたしました。まず飲食については、飲食における人数制限等についてでございますが、これまでは少人数短時間で行うということをお願いしてまいりましたが、平時具体的にはレベル0またはレベル1の状態におきましては、原則として会食の人数や時間の制限はお願いしないということにいたします。なお県職員については、会食は4人以下2時間以内の制限を行ってまいりましたが、県民の皆様と同様にこの今申し上げた会食の人数時間の制限についてはしないことといたします。で、感染拡大時レベル2以上の感染状況におきましては、同一グループの同一テーブルのでの飲食は4人以下とするよう要請呼びかけを行うことといたします。ただし第三者認証店舗においては、ワクチン検査パッケージを適用する場合には感染状況にかかわらず、この人数制限等を要請しないことといたします。次に営業時間短縮についてでございますが、レベル2以上では第三者認証店以外の飲食店に対し20時までの営業時間短縮を要請することができるようにいたします。その際に酒類の提供は可能ということにいたします。なお第三者認証店に対してはまん延防止等重点措置や緊急事態措置が適用されていない場合には営業時間短縮の要請は行わないことといたします。で、まん延防止等重点措置適用の場合の措置区域においては、第三者認証店に対しても21時までの営業時間短縮を要請することがあることといたします。その場合酒類の提供は可能であるというふうにいたします。他方第三者認証店以外の飲食店においては酒類の提供は禁止といたします。次に緊急事態措置が適用される場合でございますが、第三者認証店に対しては21時までの営業時間短縮か20時までの営業時間短縮及び酒類の提供禁止を要請することといたします。第三者認証店以外の飲食店についてはまん延防止等重点措置適用の場合と同様、酒類提供の禁止を要請いたします。なお飲食店への営業時間短縮の要請を行い応じていただいた場合には協力金をお支払いいたします。県民の皆様におかれましては、会食の際は第三者認証を取得した店舗など感染防止対策を徹底している店舗を選ぶとともに、深酒をせず大声を出さず会話の際はマスクを着用してくださるようお願いいたします。また飲食店の皆様におかれましては、業界団体のガイドラインを遵守し感染防止対策に取り組むとともに、第三者認証の取得および今後導入予定のワクチン検査パッケージに登録していただきますようお願いをいたします。次にイベント関連でございますが、イベントにつきましては大声なしで5000人を超えるイベントについては感染防止安全計画を策定していただき、人数上限は
平時レベル0または1の場合は収容定員までということになります。人数上限につきましては、まん延防止等重点措置の場合は2万人まで、緊急事態措置の場合は1万人までということになりますが、どちらもワクチン検査パッケージ制度を適用することにより収容定員まで緩和することが可能となります。次に人の移動についてでございますが、今回の国の方針が見直されたことにより、本県における感染状況が平時のレベル0または1においては緊急事態措置区域およびまん延防止等重点措置地域への不要不急の往来は極力控えていただくことになりますが、ワクチン検査パッケージの制度の適用を受けた方はその対象としないことといたします。それ以外の地域に移動する際は基本的な感染防止対策を徹底することで特段の制限はありません。また本県にまん延防止等重点措置や緊急事態措置が適用される場合には、県をまたぐ移動については自粛を求めることといたしますが、ワクチン検査パッケージの制度の適用により県外との往来や県外からの来県を可能といたします。外出については混雑した場所や感染リスクの高い場所を訪れる場合は自粛をお願いいたします。特に離島への往来につきましては、医療提供体制が脆弱なため基本的な感染予防をより一層徹底していただき、各市町村が来島自粛要請等を行った際にはご協力をお願いいたします。次にワクチンの接種についてでございますが、市町村及び医療関係者の皆様方のご協力によりまして、県内で12歳以上のワクチン接種対象の 84% の方がすでに2回の接種を終えております。また3回目の接種は2回完了した18歳以上の方が対象となり、12月に医療従事者等、来年1月から高齢者等を中心に接種が始まりますので、お手元に接種券が届きましたら積極的な接種をお願いいたします。また若年層の接種を促進するため、若者が医師にワクチン接種に関する質問をする形式の動画を作成し、県の SNS やホームページなどで発信しておりますので、ぜひご覧ください。ただワクチンを接種しても絶対に感染しないということではありませんので、ワクチンの効果を過信することなく引き続き感染防止に努めていただきますようお願いいたします。新規感染者数は本県ではほとんどゼロの状態が続き、全国的にも減少してきております。この間県民の皆様の命を守るために日夜献身的に貢献していただいております医療従事者の皆様に、そして感染防止にご協力いただいている県民の皆様方に改めて感謝を申し上げます。また感染者や医療機関の皆様、ワクチンの接種ができない方や接種しないことを選択された方等に対する不当な差別や偏見等がないよう、正確な情報に基づいた冷静な行動をお願いいたします。今後ワクチン検査パッケージの導入により、感染対策と日常生活の回復の両立を図る取り組みも進んでまいります。本県においては、まずはこのまま感染拡大をしっかり抑え込むことが重要であると考えております。ワクチン接種が先行する諸外国においては、ブレイクスルー感染や大幅な規制緩和の中のリバウンドが発生している状況もございます。新型コロナウイルスは消えてはおりません。冒頭にも申し上げましたけれども、多くの専門家の皆さんが第6波が来るのではないかと予測しております。気を緩めますと感染が拡大し、第6波の波がさらに大きくなるという可能性もございます。今回の爆発的な感染拡大を忘れることなく、県民お一人お一人が感染しない、感染させないということを意識し、基本的な感染防止対策の徹底に今後とも心がけていただきますようお願いいたします。県民の皆様方の責任ある行動が、ご自身だけではなく大切なご家族、友人、周りの方々の健康と命を守ります。県民の皆様におかれましては、安心安全と経済の両立に向けて引き続き強い警戒感を維持しつつ、無事にクリスマスお正月を迎えるためにも引き続き感染防止の対策徹底にご協力をお願いいたします。私から以上でございます。それでは質問の方を挙手していただいて
患者の KYT の矢野です。よろしくお願いします。まずこちらの感染拡大 の警戒基準の変更についてなんですけれども、これは、国の方針を受けて見直したということでよろしかったでしょうか。はい、国の警戒基準見直しを踏まえての見直しということでございます。ありがとうございます。この、飲食の、少人数多時間のこちらの方なんですが、今レベル0ということで人数制限な、制限なしということです。これも今日からということでよろしかったでしょうか。本日からということでよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。あと先ほど知事の方からありました通り、これから忘年会シーズンということで、その時期を前にこの撤廃ということですけれども、それを撤廃することで感染が拡大するというこの懸念はあるのかどうか教えてください。はい、そういった懸念も確かにあると思います。そういった意味で感染防止対策を徹底した第三者認証店などのお店を選んで、引き続きマスク会食等の感染防止対策の徹底、お店のそういった対策へのご協力、そういったことを県民の皆様にはよろしくお願いしたいというふうに思っております。その第三者認証店の利用をこれからも続けるということですけれども、やはりこれの効果というのはかなりあるというふうに見ていらっしゃるのでしょうか。はい、やはりその感染防止対策をしっかりと会食の際にしていただくということが大事だというふうに思っておりますので、第三者認証店における感染防止対策の推進ということを今後とも進めていきたいと思っております。南日本新聞中本です。感染拡大 このレベル以降の指標なんですけれども、参考の資料の中に病床フェーズが書かれているんですけど、この病床フェーズについては従来の計画と変わらないという認識でいいんですかね。病床フェーズっていうのは何だ。病床確保計画のことですね。病床確保計画、レベルの話ではなくてですね、レベル以降の指標の隣の方にこの今表示されている資料の、レベルのこれのどういうことですか。どの辺ですか、ね。なんだ、病床フェーズ、はい、あ、はいはいはい、これの 1,2,3,4、はい、緊急 1,2、ね、はいはい、これがこれは従来今公表されているものと、これはそのまんま同じです。以降 の考え方も同じということで、考え方っていうその変わっておりません、数字と。はい、なるほど、分かりました。ありがとうございます。他にありませんでしょうか。読売新聞の藤本です。今回かなり日常生活に戻れるような緩和になると思うんですけれども、懸念もある中でこういう緩和に踏み切った理由を改めて教えていただきたいのと、知事 この日常生活にかなり近づくことへの期待感というところ、この2つ教えてください。この、今回、国の方でもこの今の感染ワクチンの接種等も含めてですね、感染状況が落ち着いてきているという状況を踏まえての判断ということで、これからこれまでも安心安全、病床の確保等と社会経済活動の両立ということを目指してやってきたところでありまして、ここのところの状況を踏まえて病床の確保と合わせてこういった形でのワクチン検査パッケージということで、一定の要件のもとにできるだけ経済活動との両立を図っていこうという考え方でこういった見直しを行ったということで、本県においてもこういう見直しを行ったということでございまして、そういった意味でぜひこういった全くそのウイルスがなくなっているわけではないので、これからもしっかりとした感染防止対策は必要だというふうに思っておりますが、そういった点を留意していただきながら、県民の皆さんにはこの制度をしっかりと活用して、できるだけ経済社会活動との両立に向けて取り組みを進めていただきたいというふうに思っております。ありがとうございます。他にありませんでしょうか。
CTS の高吉です。警戒基準 の見直しの件なんですけれども、先ほど国の方も医療の逼迫に重点を置いて見直したというお話がありますが、この県の警戒基準が今回この0から5段階の分け方に変えたという、その、県の方の基準で何を重視しているのかというところを伺ってもいいですか。はい、県としてはですね、ここのレベル以降の指標に書いてある病床の使用率とか、あるいは人口10万人当たりの新規感染者数といったような指標、これは実は前のステージ判断の時と書いておりません。でこれまでもこういった指標の中で私自身が重視してきたのは新規感染者数と、それと病床の逼迫度合い、重症者を含めてということで、どちらかと言いますと本県としては国の今回病床の使用率のところを重視しつつということはこれまでも行ってきているというふうに思っておりますので、そう大きく変わるということではないとは思っておりますけれども、引き続きその新規感染者数とその病床使用率との相関関係が少し変わってきつつあるというところはあると思いますので、そういったことも留意しながらしっかりと検討していきたいと思っております。もう一つはその新たに加わったのは、国の方でその3週間後の必要病床数を予測するツールというのができておりますので、今まで その病床の、今現在の使用率に加えてその先の最大確保病床数がどうなるのかといったツール、これも合わせて見ながら、現時点での対策というものを検討していくということが、今後できるようになったというふうに考えております。ありがとうございます。理解が悪くてすいません。つまり医療の逼迫状況というのを重視しているということになるんですが、はい、やはりその国もそうですけど本県においてもこの病床の使用率、ここがどういうふうに逼迫しているかということを重視をしていくということです。以前も重視されていたのをより、本県においては従来からもそういったところで見て重視をしておりましたので、そんなに大きく変わるということではないと思っておりますが、先ほど申し上げましたように新たにその3週間後の最大確保病床に到達するかどうかといったようなですね、予測ツールが加わるといったことで、さらにそういったことが可能になるんじゃないかなというふうに思っています。ありがとうございます。南日本新聞の山下です。よろしくお願いします。第三者認証店についてなんですけれども、第三者認証店の現在の取得店舗数の現状と、今後そのどのように取得店を促して増やしていくのかっていうのを知事のお考えを伺っていきますでしょうか。今現在1800数十くらいだというふうに思います。大体7割ぐらいが鹿児島市内の店舗だということで、地域によってかなり意識のばらつきもありますので、離島を含めてですね、これまであまり申請の少ないところには商工会等を通じて、働きかけをまた再度していきたいというふうに思っておりますし、今回そのワクチン検査パッケージの導入ということで、第三者認証店においては、さまざまな状況においても、営業ができたりというようなことでアドバンテージがあるということをまたさらに周知をして、皆さんのご理解を得ながら認証取得に向けて取り組みを進めていきたいというふうに思っています。周知については何かこれまでと変えて工夫されていかれる予定といいますか、何かございますでしょうか。周知活動というのはこれまでもやってはきておりますが、再度行っていくということじゃないかと思います。離島なんかにもですね、直接現地に足を運んだりというようなことも、担当の方では考えているようであります。ありがとうございます。西日本新聞の片岡です。よろしくお願いします。3回目のワクチン接種についてお尋ねします。
3回目の接種についても1回目2回目と同様に県として大規模接種会場を設置するお考えはあるんでしょうか。現時点においてはそういうことは予定はしておりませんで、それぞれ各市町村単位で打った方がどれぐらいいるかということに基づいて3回目のワクチンを配分をしておりまして、個別の市町村における個別接種あるいは集団接種ということで対応していきたいというふうに思っております。現時点では考えていらっしゃらない。はい、現時点においてはそういうことは予定しておりません。わかりました、ありがとうございます。